皆さんどういうメモリーカードを使ってますか？僕が使ってるニコンの Z シリーズは CF エクスプレスカードをタイプ B を使うんですけど、その中で結構価格もあったり容量速度とかいろいろあって悩んだりしてませんか？そこで今回紹介する商品がマジでいい感じでしたのでご紹介したいと思います。今回紹介するこのレキサーの CF エクスプレスカードのタイプ B、 シルバーシリーズですね。こちらの商品を紹介したいと思います。今回ね、このメモリーカードのテストをしてくださいということで商品の方を送ってもらったので、今回テストでいろいろ撮影してきました。では早速ですけど、この動画の一つ前に公開した動画ご覧になりましたか？ 8.3K60P で撮影した映像なんですけど、実際このカードを使って撮影をしてきました。で、その撮影を踏まえていろいろと皆さんにシェアしたいことがあったので、今回はそのことについて話していきたいと思います。まず、動画面で、8.3K の 60P なんですけど、この512GB の容量で約11分40秒だったかな、ちょっと動画出しておきますけど、メモリーカードの容量が切れるまでしっかりと収録ができました。マジすごくないですか？他の CF エクスプレスタイプ B のカードも使ってるんですけど、 8.3K60P の容量最大までの収録っていうのができたのはこのカードだけでしたね、今のところ。動画を撮る人ってやっぱり CF エクスプレスタイプ B を選ぶところで、重要視してるところってやっぱり書き込み速度と読み込み速度だと思うんですよね。でもこのカードの読み込みと書き込み、ここ出しときますけど、全然問題なく書き込みすることができました。で、実際このカードを使って先日桜島にあるね、大垣陶芸さんっていうところでクライアントワークの撮影で実際に使用してきましたけど、問題なく撮影で使用することができました。やはり CF エクスプレスカードタイプ B で大事なのって速度じゃないですか。そこで詰まってしまうとうまく収録ができないなどのエラーが起きてしまう可能性もあるので、こういうところってすごい大事だなと思って、で問題なくこのカードは書き込みすることができます。次に、写真ユーザーにこのカードがおすすめできるかっていうことなんですけど、使用した機材が Z8 で、 Z8 は CF エクスプレスカードタイプ B と SD カード2枚のダブルスロットっていう仕様なので、今回 CF エクスプレスカードタイプ B だけの検証ができるように SD カードは抜いて CF エクスプレスカードタイプ B だけでローの秒間20コマの連写でどこまで連写ができるかっていうのを検証してみました。どうですか、今の映像を見て。バッファの詰まりは後半ちょっと出てきましたけど、僕の使用上連写をそこまでするというのはほとんどない状況なので、全然問題なく使えるカードだなと思いました。で、ローと JPEG の同時記録の画質を落として連写をするとなお連写は持続したので、ぜひともこのカードを使う方は試してみてください。
次に気になるのが CF エクスプレスカードタイプ B でよく問題視されているのがカードの発熱の問題じゃないですか。で実際この 8.3K を収録した後とローの秒間20コマの連射をした後の CF エクスプレスカードタイプ B、 言えてたかな今、 CF エクスプレスカードタイプ B のカメラから取り出した後の温度を測った映像をご覧ください。どうですか？思った以上に発熱しなかったのかなというのが僕の印象でした。で他社さんのカードも持ってるんですけど、そのカードは60度ぐらいまで熱を出してて、あのカードを取り出した時に、ね、火傷するぐらい熱いなと思った経験があるので、熱問題もこのレクサーのシルバーシリーズの CF エクスプレスカードタイプ B は対策されてるんだなと思いました。はい、今回の動画はこのレキサーの 512GB の CF エクスプレスカードタイプ B のご紹介でした。コスパは本当にいい CF エクスプレスカードタイプ B なので、ぜひとも概要欄にリンク貼ってるので皆さんチェックしてみてください。でこのチャンネルではね、このように機材のこととか写真のこと、映像のことを話してます。ぜひとも興味のある方はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それではまた。